早起きだ。ありがとう。スプマンテさん、首シナモン5。どこシナモン、ありがとう。おはようございます。ふくちゃん、左足ぽちゃっこ、ありがとう。ぼっち1号さん、ごくろみ、ありがとう。まだ寝てない。眠くないですか？眠くないのかい。大吉さん、首シナモン、ありがとう。オズさん、セクシー黒目、ありがとう。体調は少しね、良くなりました。クロさん、お疲れ。オズさん、花束10個、ありがとう。おみかんさん、左足ポチャッコ、ありがとう。室井さん、10シナモン。エドモンドさん、シナモン。サワッチャさん、左足ポチャッコ。神代さん、5じゃない、10ケロッピ。10ケロケロケロ、ん?10ケロ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 、10ケロケロッピ。トニーさん、ゴタキシードサム、ありがとう。今日はね、朝から夜までお仕事ですので、空き時間にメールを送りますので、お待ちください。自己紹介読んでくれましたか？昨日の、昨日はもう本当にメンバーからの LINE とか返す暇もなく寝てました。そこ YouTube とか、最近寝る前に YouTube 見る習慣がなくなっちゃって、すぐ寝落ちなんですよ。だからね、すっごいね、YouTube の後で見る、入れてる動画が溜まってて、やばい。バラちゃん、首シナモン。ゴンベンさん、首ポムポム、ありがとう。今日も健康第一で過ごします。これは今年夏に買ったばっかりの、なんて言うんですか、これ MA1 みたいなやつ。去年買うか迷って今年の夏に買ったので、やっと今日から着たいと思いますって言おうと思ったら、なんか袖が汚れてました。チョコレートついてるんだけど、ちょっとアイスでも食べましたかね。今日はまだ何も食べてないんですが、チョコレートがついてました。はあ、この前肌寒くてね、ちょっと一瞬羽織ったんですよ、これを。その時についたかもしれません。わー、恐ろしい。よかった、今気づいて。今日仕事のとこで気づいたら恥ずかしい思いをするとこでした。ひひひ。超アイドル祭行きます。お、明日ね。そう、明日は豊洲ピットに行きます。10シナモン、ありがとう。10ポンポム、10クロミも、ありがとう。ガードリサ、5ポムポム、10ケロッピ。クロさん、バツマル、ありがとう。最近アイスは平均2個です。最近減らしてます、ちゃんと。わらちゃん、ごけろっぴ、ありがとう。明日豊洲ピットです。そうです、日帰り。それはちょっとスケジュールのあれは言えないですね。普通に日帰りか泊まりかとか言えないですね。明日は朝配信するかも。いや、朝配信って言ってもそんな早くない、8時ぐらいとかにすると思います。
ケット買ったけどどこに行くか調べてなかった。嘘じゃん、タウスピットだよ明日は。明日はトヨスピットであります。明日は8時ぐらいになるかなって感じです。よろしくお願いいたします。佐田尾さん、タキシードサム、ありがとう。おはよう。明日髪の毛どうしようかな。え、ちょっとさ、しばらくなんかいろいろ続くじゃないですか。髪型悩む。明日超アイドル祭、土曜日が楽天ガールズアワード、日曜日がサンリオピューロランド、月曜日が全国ツアー初日。髪の毛めっちゃ迷う、めちゃめちゃ迷います。悩んじまうぜ。バルちゃん、ハートありがとう。どうしようかな。悩むね。横浜ならお団子、確かに。いやでもね、先輩とかしそうやけん、先輩の見てからかぶらんやつにします。リアスティさん、10ケロケロケロ、10ケロケロッピ、ありがとうございます。梅さん、ごぽむぽむ、ありがとう。なんか自己紹介メール昨日送ったんですけど、なんか気になるやつありましたか？メール取ってくださってる方、毎月毎月項目を変えてるんですよ。あの、ずっと取ってくださってる方も楽しめるようにしてはいるけど、ちょっとネタ切れ気味です。ネタ切れ気味だい。おはよう。陣内さん、首しなもありがとう。おはー、なんか食欲が昨日のそのお昼ご飯からないので、何を食べようか迷ってる今。のばとが面白かったです。あら、本当本当ですか、ありがとう。トトロパパさん、ポムポム、クロミ、ありがとう。おはよう。久々にこの形のマスクつけました。そう、自己紹介メールはあのランダムメールがねあったから、それで撮り始めた方いるかなと思って昨日送ってみました。あと日曜日だったから夜時間が空いてるというか、ゆっくりな人も多いかなと思って、平日とか送るよりいいかなと思って送ってみました。クロさん、タコありがとう。カラオケ配信ね、カラオケ配信したいんですよ。そうなのよ、したくてしたくてしたくて、でもショールームになるかなって感じです。やっぱりショールームで、でもそろそろ私もカラオケボックスの配信とかしてみたいけど、どうしてもその怖くて、普段カラオケに一人で行かないってのもあるけど、なんかちょっと怖くて、カラオケからの配信ね、しばらくしてないですね。ツアー落ち着いたぐらいにやれたらいいなって感じです。今週はちょっと難しいかもだけど、来週以降やれたら
やれる日があったらいいなって感じです。安部さん、首くろみ10個ありがとう。カムカバーさん、シナモンありがとう。今日はね、なんか昨日のが、昨日さ、あのご飯食べたい、お昼ご飯をね、その時にあのソラハさんがいたんですけど、その時私がなんかこう急に気持ち悪くなっちゃって食べてたら、それで迷惑かけちゃったから、それが申し訳なさすぎて寝る前とかも、あ、申し訳ないって思いながら、でも多分いつもの私だったらその申し訳ないと思いながらうじうじ考えて寝れないんだけど、もう昨日はうじうじ考えつつはもう寝てたんですよね。はや、うじうじなりつつもね、もう考えてる場合じゃないぐらい即寝てました。だから本当申し訳ない。おはよう。しばらくさ、あの予定が合う日がもうなくなっちゃうから、今週とか結構いろいろありがたいことにこういろいろ予定があるのでね、しばらく会えないから、最後のその記憶がなんかお互いにとってモヤモヤした感じで終わっちゃったのがめちゃくちゃ申し訳なくて、おはようございます。それだけがちょっと気がかりですね。はいよ。もやもやしてないと思う。でも私は結構してますよ。私は結構してますね。ちょっと「おはようございます。私が5時に配信する」って言ったけ、みんな起きてくれたんかな。ありがとう、ありがとうございます。今日は移動もありつつ、お仕事して移動もありつつ次のお仕事って感じで一日ありますので、元気に過ごすのが目標です。あ、たまたま毎日この時間、本当ありがとう。たまたま起きてました、ほんと。すだちさん、ごぽむぽむ、ごくろみありがとう。森健銀河さん、くろみありがとう。頑張るよ、今日も一日。みんなも頑張ろうね。無理せず頑張って。蚊に起こされた。蚊がまだいるんですか？まだ暑い、ちょっと。ラクさん、ごシナモン、ごポムポムありがとう。ごクロミもありがとう。パセリ不足なりそう。メールは空き時間に送ります。なるべくあの送ります。
何通って決めてるわけじゃないから日によって差は出ちゃうかもだけど、最近毎日めちゃくちゃ6、7とか送ってたから、今日はもしかしたら、でも最低3はどんなにどんなバタバタしてる日でも最低3は来るから、目標、いや目標とか決めたらなんかさ、送りたい内容があるときに送ってるシステムなのでね、何通って自分の中で決めてないから、気長にお待ちください。おはよう。ね、栄養取らなきゃ、何食べよう、でも食欲が本当になくて、その昨日パンケーキ食べていこう、何を食べたいか分かんないですよね。ヨーグルトにしようかな。クロさん、アイスありがとう。おはよう。ゼリーはあんま食べないですね。めっちゃ溜まってる、あのコロナ療養中にもらったゼリーたちがいっぱい溜まっております。おはようございます。梅さん、回復薬ありがとう。楽しみ待ち太郎します。ありが太郎、ありがと太郎。ヨーグルトと冷凍フルーツとかにしようかな、しようかな、ヘルシーに行こう。ときゅうりがねあるんよ。なんか今週さ、野菜を買うタイミング難し太郎なんですよ。結構家を空ける週だから野菜むず太郎。おみかんさん、ケロッピありがとう。え、そうよ、あの私が何を食べたらいいかわからないって相当よ。何がいいかね、うどんいいですね。最近食べてないかも。うどん、おかゆいっぱいあるよ。なんかおかゆとあのパックのご飯とゼリーがずっとまだ手つけてない、たくさんいただいたやつ。あ、朝ドラ予約しました。ちゃんとメモしといたから、なんかさ油性ペンで書いたから消えなくて、全然ちゃんと朝から起きて、昨日夜忘れてたんよ。でも朝起きて油性だったおかげで残ってて、無事に録画できました。今日から朝ドラがね新しくなるんだよね。私朝ドラ前見とったのがマレ見てたから、結構何年かぶりかの朝ドラです。何年ぶり、5、6年ぶりぐらいかな、高ぶりです。土屋太鳳さんの時見てたから、そう、五島はね、長崎県の五島列島と大阪、東大阪の朝ドラです。今回クラさん、ラブレターありがとう。起きて5分、おはよう。おお、バラちゃん10ケロケロッピありがとう。首シナモンもありがとう。そう、長崎なんよ。やけんね、あのね、あれ、長崎弁をたくさん聞けるかなって楽しみです。最近帰省した時にさ、やっぱ周りが方言やったら自然と出るなと思ったんよ。やけん
だからね、方言がたくさん聞けるかなってワクワクしとります。でも五島列島だからもしかしたら方言がちょっと違うかもしれないけど、私の地元とかとは。五島はね、なんか長崎弁強めなのかな、ちょっと違うかも。友達が、小学校の時のお友達が五島に転校したんですよ。結構方言違かったからちょっと違うかも。ワクワク。なんとか銀タワー、それは佐賀弁やけんね、ない気がする。私佐賀弁ないよ、お母さんが佐賀の人だから。佐賀弁だから、ガバイばあちゃんとかをガバイばあちゃんとかの方言の方がどちらかというと聞きなじみのある方言かもしれん。はいよースペースシャトルは、この前スペースワールド駅に行きましたよ。スペファミリー日記まだ見てないよ。そう、今度見よう。本当に録画もたまりすぎてる。録画も YouTube も全然今見てないけん、どんどんたまってる、やばいよ。見なきゃ見なきゃ見なきゃ。効率よく消費していかんと、消化しないと録画時間足りなくなったりする。朝ごはんどうしよう、悩むね、悩むな。買いに行かなきゃ。きゅうりってさ、あの温めた方が栄養の吸収良くなるみたいなあるかな、あるんかな。雑炊にしようかな。でもきゅうりを使わんといけんから、そこにきゅうり入れたらやばいかな。なんか胃を冷やしちゃうかなと思って、きゅうりそのままだったら。夏野菜だしどうだろう、どうでしょうか。浅漬けいいね、大好きだよ浅漬け。でもちょっと明日ライブなのでむくめないから。おはよう。あ、野菜スティック2食。あー悩む、今から買いに行くか迷う。半まで配信します。悩むね。いや、きゅうりはカリウムが入っていますカリウム、早起きです。今日は4時半に起きました。アラームで起きた。配信終わったらおはようメールを送るね。でも届くのは多分9時ぐらいです。今送っても9時ぐらいに届くけど、ちゃんとあの二度寝してるわけじゃないので安心してください。味噌汁に入れる人いますよね、きゅうりね。
だからそんな感じで雑炊に入れてみようかなって昨日思ったけどね。二度寝するんですか、いいな。でも私移動中に寝ようかなと思って、多分無理だけど多分その頃には目が覚めて起きてる気がするけど、乗り過ごしには気をつけたいと思いますトマトジュース、トマトジュース最近飲んでない。なんか一時期さ流行りましたよね、ツイッターでトマトジュースを飲んだら美白になれるみたいな、ね、雑炊。でも私オートミールやけんね、あのねめっちゃ腕んでも結構おかゆ状結構おかゆ状よ。じゃあそろそろ終わりたいと思います。今日もメール送るので待っててください。みんなの一日もまた教えてください、ツイッターで。では朝からありがとうございました。一日頑張っていきたいと思います。ではいきます。13位クロさん、12位おみかんさん、11位超アイドルさんいきますさん、10位さわっちょさん、9位みぎたぴっぽさん、8位こうさん、7位らくさん、6位ふくちゃん、5位スプマンテさん、4位クワドリさん、3位トニさん、2位やすべさん、1位オズさん、ありがとうございます。朝早くから本当ありがとうございます皆さん。じゃあまだ寝れるよって方は寝てください。お仕事行く方、学校行く方頑張って、お休みの方もゆっくりしてください。ではありがとうございました。またね、バイバーイ。また明日メールで会いましょう。